ああ皆さんこんばんは。今回は千葉県屈指の心霊スポット金山ダムに来ております。今歩いてる赤い橋では若い男女のカップルが身を投げ、その後男性だけが助かったため、それ以降女性の霊が目撃されるようになったと言われている場所だそうです。もう真っ暗ですよね。下はもう見えない。で、橋自体も床はボロボロで、車なんか通ったら絶対崩れる。板も結構剥がれてるし。で、なんで心霊スポットの橋っていつも赤色なんだろう。謎です。しかし今回のメインはこの橋ではなく、その先にあるものです。かなり遠いらしいので、ちょっと頑張ろうかなと思います。霧もすごい、ジメジメしてる。分かる道が来ました。こっちかな。あ、舗装されてる道はここまでかな。こっから先はもう土がもう完全に雨で地面がぬかるんでるんで、これも靴下びしょびしょルートですね。てかこれ道合ってるのかな。え、なんか声した、気のせいかな。完全に道間違ってました。普通に左ですね。いや、もうなんか10分ぐらい歩いてもなんか何も見えてこないし、これ間違ってるよなって後になって気づきました。ただただ靴下がびしょびしょになって辛いだけにしても、こっち側、こっちルートもだいぶ歩いてるけど何も見えてこない。森、ただただ森。なんか見えてきた。小屋？あ、多分有名な公衆トイレかな。うん、やっぱトイレだ。入ろう。うん、ボロボロ。あ、ボットンタイプだ。水は流れない。ワンチャンする？先ほどの公衆トイレ、確か有名な方が夢で自分の血だらけの姿をあそこの公衆トイレで見たっていう話が、僕どっかの動画で見たことがあるんですけれど、でもなんかそんな怖い感じじゃなかったですね。あのトイレじゃないですよ、目的は。そしてなんか見えてきた。石碑かな？なんかある。大きな石碑だ。これはお酒、お供え物って感じなのかな。なんかある。短冊？あ、違う。名前、ここにもあった。
あそこにも。わざわざ高い場所に。着いた。トンネルです。明かりは一つもついてない。20分ぐらいかかったな。すごい吸い込まれそう。おのほとし追悼。行きましょう。あ、コウモリ飛んでる。ていうかもうトンネルってより洞窟ですよね。で、本来の目的がここのトンネルなんですけれど、このトンネル、あの稲川淳二さんが怖い話して有名になったトンネルで、赤子の声がする、そして血だらけの女性がトンネルの天井から見下ろしてくるといった現象が起きていることで有名になったトンネルだそうです。これ何？あ、でもなんか思ったより長さはない感じですね。もう出口だ。すごく埃っぽい。怖くはなかったな。出ました。じゃあ誰かいますか？今から帰ります。来る前に定点カメラを置いたんですけど、なんか映ってるといいな。やっぱトイレだ。入ろう。うん。ボロボロ。あ、ボットンタイプだ。水は流れない。ワンチャンする？なんか声した？え？